ハリケーン・イニキは1992年9月にアメリカ合衆国のハワイ州及びその周辺の島々を襲い同地域を襲ったものの中ではアメリカ観測史上最大となったハリケーン。発生要因の一つとして1991年から1994年にかけて発生していた強いエルニーニョ現象の影響も挙げられている。この年はこのイニキを含めて 中部太平洋地域では全部で11のトロピカルストームが発生している。イニキは1992年9月11日にハワイ諸島最北端のカウアイ島に直撃、サファ・シンプソンハリケーンスケールのカテゴリー4に指定された。ハワイ州をハリケーンが直撃したのは1982年のハリケーン岩以来で、 カテゴリー3以上のメジャーハリケーンとなると1959年のハリケーンだと以来であった。このハリケーンによる死者は6名、被害額は18億ドルだった。同時にこの被害額はアメリカ本土のハリケーンやトロピカルストームを含めても一際大きく、東、太平洋地域で最も大きな被害額を出したハリケーンの一つとしても記録に残ることとなった。また、 アメリカ本土では、この数週間前に、ハリケーン・アンドリューが、フロリダ州を襲い、大きな経済被害を出したばかりであった。アメリカ海洋大気庁管轄の中部太平洋、ハリケーンセンターは上陸の24時間前までに、注意報や警報を発令することができなかった。それにもかかわらず死者が6人だけだったのは、奇跡に近いと言えるだろう。被害は特に、カウアイ島で大きく、 全壊した家屋が1400半壊した家屋は5000戸に上った。また、ハリケーン自体は直撃しなかったものの、オアフ島でも高潮や暴風により少なからず被害が出ている。イニキの進路ハリケーン、イニキの詳しい発生状況については未だに不明で、あるが、8月18日頃にアフリカ大陸沿岸で発生した熱帯波が起源とされている。この熱帯波は、 大西洋を西に横断して28日には中央アメリカの太平洋側へ到達した。その後も大気の不安定な状態と速い速度を維持しながら西に移動を続けた。勢力が徐々に強まり気流も低気圧性の循環を始めていたことから9月5日に熱帯低気圧 18E に指定され、この時の位置はメキシコ合衆国。 サン霞ーカスミサキの南西 2700km からハワイ州広の東南東 2500km であった。この低気圧は徐々に勢力を増しつつ西へ進み続け、8日にはトロピカルストームに指定された。ハリケーンオルレーンに隣り合うトロピカルストームチューブ、太平洋地域の亜熱帯高圧帯の南に差し掛かった時、この低気圧は異常な発達を遂げ、 9月9日に、広の南南東 760km 地点に到達する頃には、ハリケーンの指定基準を満たすほどとなっていた。亜熱帯高圧帯の影響により、通常であればハリケーンは、ハワイ諸島を避ける震度を取るのが一般的だが、イニキは、精神している途中で、付近にあった気圧の谷の影響を受けて、震度を北西方向に変えた。 ハリケーン自体による大規模運動や温められた海水により発生した上昇気流がイニキの勢力をさらに強め9月10日にハワイ諸島の南南西に差し掛かったところでメジャーハリケーンとなったイニキが期待震度を変えた段階でも勢力は衰えるどころかさらに強くなり9月11日にカウアイ島のポイプから南南西 270km の地点に差し掛かった ところでピークを迎え、この時の平均風速は秒速65.3メートルに達していた。カテゴリー4に指定されたイニキは、その後、振動をさらに北北東へと変え、11日未明から早朝にカウアイ島の南中央部からピーク時の勢力をほぼ保ったまま同島に上陸した。アメリカ国立気象局の発表によると、 この時点での最高瞬間風速は秒速77.8メートルを観測していた。最終的な最高瞬間風速はアメリカ海軍マカハリッジレーダー基地で観測された秒速101.4メートルであった。地元新聞紙のホノルルアドバタイザーによるとその驚異的な数値を観測した観測装置はあまりに強い突風のため吹き飛ばされてしまったという。 カウアイ島を縦断したイニキは北北東へと遠ざかり勢力も急激に弱体化した熱帯低気圧としての勢力も保つことができなくなり13日にはアラスカ州とハワイ州の中間点付近で寒冷前線に吸収される形でイニキは消滅した中部太平洋ハリケーンセンターは事前の情報周知に遅れをとっていた上陸の数日前までは 中部太平洋ハリケーンセンターも報道メディアもイニキはハワイ諸島の南側を通過するだろうと予測しており、被害の方もせいぜい多少の高波が発生くらいだろうと思われていたのである。一部のスーパーコンピュータなどはこの時からイニキは北上し、ハワイ諸島に上陸するという予測を示していたが、中部太平洋ハリケーンセンターはそれを否定した。現に、 現地時間9月10日午前11時の中央太平洋ハリケーンセンターによる公式発表ではイニキは南部に泊まり続けて次第に弱体化するだろうとされている。これは同日の午後6時30分に特別警戒情報が発表されるまで撤回されることはなかった。この時はすでにイニキがカウアイ島に上陸するまで24時間を切っていた。そして この時になってようやく巷でもいいにに対する警戒心が芽生え始めたのであった。9月11日早朝にはハリケーン注意報がカウアイ島に発令され、これは即日中に警報に格上げされた。これを受け、10年前のハリケーン岩を経験した人々を中心にカウアイ島の住人のうち8000人余りは事前に避難所へ退避した。また、観光客は避難所ではなく、 島内にある2カ所の大型ホテルで嵐が去るまで待機するように命令が出された。住民はそれぞれ家族や友人の家、避難所などに避難したが、島内の学校は臨時休校しており、島の交通網も正常に機能していたこともあって、避難行動に際して特に大きな混乱は発生しなかった。中部太平洋ハリケーンセンターは9月11日に、 オアフ島にもトロピカルストーム警報を発令したが、こちらもカウアイ島と同様に即日ハリケーン警報に格上げされている。直撃はしないとされていたものの、インニキの強風の範囲が広かったこともあり、大事をとってオアフ島にいる人々のうち3万人余りが、島内110カ所の避難所に避難した。地元の学校などが臨時の避難所として使用されたが、この臨時避難所には、 食料、毛布、簡易ベッド、医薬品などの生活用品の支援は行われなかった。最終的には、島民の約3分の1が避難所に避難し、その他の大多数は家族や友人の家へ避難した。避難活動は最も被害を受ける危険性の高かった沿岸地区から順番に行われた。必要がある場合には緊急避難用の車両やバスを派遣し、 主要な交差点には警察官が配置された。この時主に問題となったのは避難所付近の駐車場が不足していた点と海岸線付近の道路では渋滞が発生してしまった点であった。ハワイ州に大きな経済被害をもたらしたハリケーンイニキだがその被害額は当時レートで18億ドル、2004年のレートに換算すると26億ドルにもなる。最も被害が大きかったのは カウアイ島で嵐により先端位の家屋が破壊され、島の広い範囲では停電も発生した。また、それだけでなく、ゴアフ島もかなりの被害を受けた。このハリケーンによる犠牲者の数は6名であった。このハリケーンは、ホノルルの中部太平洋ハリケーンセンターにかなり近い地域を直撃した。この年に同様に、アメリカ国立気象局管轄の2ヶ月単位で、 ハリケーンの監視を行える施設を襲ったものとして、ハリケーン・アンドリューや台風を回るが挙げられる。ハリケーン・イニキはカウアイ島の南部から同島に上陸、島全体が危険にさらされることとなった。上陸当初、島の周辺では平均で1.4メートルから1.8メートル程度の波が発生していたが、沿岸の一部地域ではこの時からすでに5.5メートルの波を観測していた。 その後、さらに波の勢いが強くなり、高さが10.5メートルにも達する波が南の海岸付近の家屋を破壊し、その破片は海岸から250メートル以上離れた場所でも発見された。高波による被害が拡大した理由として、予想以上に異域の進行が早かったことと、それまで降雨に関しては警戒するほどの数値は観測されていなかったことが挙げられている。 カウアイ島に上陸したハリケーンイニキイニキは昼間に上陸し、多くのカウアイ島住民が被害を記録する目的で映像を撮影している。後に、これらは1時間のビデオドキュメンタリーとしてまとめられた。強風によりなぎ倒された木、イニキの強風はカウアイ島に大きな被害をもたらした。1421個の家屋が全壊、うち63個は、 高潮や高波により跡形もないほどに破壊されていた。反壊した家屋は5152戸、警備の損傷を受けた家屋は7178戸であった。南部の海岸線付近では、ホテルやマンションなどへの被害も報告されている。一部の建物はすぐに復旧したが、中には復旧に数年を要した建物もあった。エルビス・プレスリーの作品ブルーハワイで有名なホテル。 ココパームリゾートはこのハリケーンインを未だに営業を再開していない。島に破壊をもたらした嵐が過ぎ去った後には家を失った7000名もの人々が溢れ返った。被害を受けた歩道とカテゴリー4という強力なにきからの強風を受けて、島内の電力関連設備のうち高圧線が26.5%、配電施設が37%、 低圧配電線が35%の損傷をそれぞれ受けた。これにより島全体で長時間にわたり電力供給やテレビ放送が停止した状態となった。電力会社が災害から4週間後までに復旧できた電力設備は全体の20%程度に過ぎず、中には電力の復旧に3ヶ月以上もかかった地域もあった。また、このハリケーンにより、 農業も影響を受けた。サトウキビについては、すでにほとんどが収穫済みであったため被害を免れたが、バナナ農家やパパイヤ農家などでは、収穫前の果実や木が、強風の被害を受けている。最も大きな人的被害が出たのも、このカウアイ島だった。島内のあるところでは、一軒の家屋が破壊されて、中にいた住人の女性一人が死亡した。また、道東沖では、 乗っていたボートが転覆して、日本人二人が死亡した。事前の情報周知や準備がしっかりとされていたと、するなら、死者の数はさらに減らせたはずである。負傷者の数は100人以上。ただしこちらは、ハリケーン事態というよりは、その後の二次災害によるものが多かった。この時、著名な映画監督であるスティーブン・スピルバーグが、たまたま映画ジュラシック・パークの撮影のためカウアイを、 訪れていた。彼や出演者、スタッフなど総勢130名はイニキが通過するまでの間ホテルで待機せざるを得なかった。島内の南東に位置するナウイリウィリ湾のアメリカ沿岸警備隊基地は停泊していた25メートル級カッターが損害を受けるなど激しい嵐にさらされていた。同警備隊はケネス・アームストロング指揮下で即座に人道支援部門を設立。 被災地に薬品、食料、氷、資金などを供給するだけでなく、公共施設の応急修理なども行った。また、当該からガソリンや軽油などの燃料補給を受けるために港の修復も行い、それは多くの家庭で起こり始めていた自家発電機の燃料不足を解決するのに大きな助けとなった。後に国防総省から派遣された支援隊は、 仮設テント村の設置、インフラや道路の修復、医療支援などの活動を行った。オアフ島では、イニキの通過時に平均で0.5メートルから0.9メートルの波が発生していた。道島の南西部に位置するバーバーズ岬から道島の最西端、カエナ岬にかけての範囲が特に影響を受けた。さらにその中でも、 両地点のほぼ中間に位置するワイアナエ地区の沿岸では大きな高潮、高波の被害が報告され、それは海岸付近に立つアパートメントの2階まで海水が押し寄せたほどであった。オアフ島内でのイニキによる物的被害は数百万ドルに及び犠牲者の数は2名だった。高潮による被害嵐が過ぎ去ると人々は カテゴリー4のハリケーンから生き延びたことを喜んだ。しかし、この時の彼らには、ラジオ放送の停止などで情報が不足していたので、楽観的になることしかできなかったのだ。情報を全く入手できない状態は、数日間続いた。各地で生還を祝うパーティーが開かれたが、電力が停止していて冷蔵庫が使えなかったため、必然的に人々は腐りやすい。 生鮮食料品を大量に消費することとなった。結果、カウアイ島の食料品店には食料を買い求める。人々が大勢へ押し寄せたのだった。また、この時モトビートルズのジョージ・ハリスンを含む、ハワイ在住のエンターティナーやホノルル交響楽団が、被災者のために無料コンサートを開いている。にき被災後に略奪行為も発生したが、それは予想よりも小さなものだった。 アメリカ陸軍工兵団の一団は数週間前にハリケーン・アンドリューの被災地での略奪行為の横行を目の当たりにしたばかりだったため被災した直後のはずである島が平穏であったことに驚きを禁じ得なかった。約6週間ほどで島の大部分の電力は復旧したが学校はそれよりも早い2週間で復旧していた。資金面でもカウアイ島民は 政府や保険会社からの援助に希望を抱いていたが、6週間経ってもなかなか思った通りの支援は得られず、苛立ちだけが募った。島民たちのニーズを反映した、軍からの効果的な支援も模索されたが、正式に支援を要請するよりも早くその支援は到着したのだった。この嵐は、被災してから3週間の間に、アマチュア無線の有用性も証明した。アマチュア無線での呼びかけにより、 近隣の島からだけでなく環太平洋地域の各地の島々からもボランティアがやってきた。彼らはその技術を使い、一週間の間フエ町自治体の通信を支援した。それだけでなく、この地域のアマチュア無線化は、アメリカ赤十字社の支援が、カウアイ島の避難所や島内全体に行き届くよう、するための支援も行った。被災後、多くの保険会社がハワイから撤退した。 この問題に対処すべく、当時州知事だったジョンディ・ワイ・ヘイ3世は、無力なハワイ州民を救済するためのハリケーン、救済基金を1993年に設立した。この基金はこれ以後のハリケーン被害の救済には、使われず、保険会社が島に戻り始めていた2000年に、停止された。鳥小屋に強風が吹きつけ、逃げ出した鳥を必死で追いかける人の姿も見られたという。これが、 カウアイ島の野生の鳥を劇的に増大させる原因となった。この出来事を受けてイニキという名前は1993年に廃止となり、新たにイオラナという名前がハリケーンの命名リストに加えられた。アメリカではハリケーンにつける名前はリストによってローテーション化されており、通常は一度使われた名前も再びローテーションに加えられる。しかし、 このように特に大きな被害を出したハリケーンの名前はリストから排除し、後の時代でもそのハリケーンの名前を出せば、いつ、どこで、どんな被害を及ぼしたハリケーンだったのかを容易に特定できるようにしている。現在までのところヨラナという名前がハリケーンの名前として使用された例はなく、また中部太平洋地域におけるハリケーンの発生確率からして、 今後数十年は使用されない確率が高い。ありがとうございます。